から俳優はダメなんだと。本当だよ。信じられないぐらい今、矢作さんの好感度上がってます。本当だ。ナイツ花の10時間です。まあ、知ってるよ。たまに見せた。僕の本当に師匠、恩人ですね。大好きな、内藤さんに今日来ていただきましたけれども、本当にいろいろ考えたんですけど、うん、まあ、ずっと、もう、多分喋られると思うので。いや、ないです。一応さ、何考えたか言って。一応なんか作家さんといろいろ、例えば、そう言ってたのが、僕と内藤さんが、新しいドラマに、出るとしたら、どんな設定のドラマだったら、面白いかっていう話とかどうですかとか、なんかそういう話はあったんですけど、まあだんだん話も、それでいくだろうし、まあフリーゾーンで、ちょっと2本ぐらいに分けさせていただいて、はい。ちょっと、出会ったのが2018年の捜査一課長というドラマで、出させていただいた。そうです。前なかった。ああ、その前はもう、芸人さんとして、はい、お会いしてる。そうです。そもそもの話じゃいいですか？ちっちゃい時の話。どうぞ。人が、どういうお子さんだったの？父親が NHK のドラマの、はい、技術者だったの。なので、子供の頃から家に台本があったのよ。はい、だから、まあ、言ってみれば鍵をついたようなもんなの。で、まあ、5年前、はい、今が6年前から亡くなったけど、はい、70代後半までずっと NHK にいた、はい、子会社にいた。だから一緒。なんで、うん、そういう環境だったんですよ。お母さんは別に普通の。人形作家だった。そう、作家だった。すごいよね。まだ今元気だけど、90。すごいっすね。だから、で、おばあちゃん、俺の方の、母の方のお母さんは、尋常小学校の先生だった。だから、ピアノが弾けたの。というふうに、なんか、環境があったってことよ。いろいろあって、児童劇団も行ってるね、NHK の。それが、小学校4年生から、小学校いっぱいの3年間。行って、だからその辺がもう元だお父さんの方針で。そうそうそう。なんかあんまりいい子じゃなかったわけよ、みんなと。うん、だから昔しつけだったんだよね。うん。しつけとしてのみんなで大きな声出しましょう。みんなで同じお芝居作りましょう。剣道とかと同じで。同じよね、うん。だから別に、児童劇団行ってるからって、児童劇団っていう時代じゃなかったの。で、行って、うん、大きな声で話しましょうとか、うん、早口言葉をやりましょうとか、あるいは二人で何か簡単なお芝居を覚えて、うんうん、そういうふうにして、上層教育。本当ですね。本当。で、でもそれはだから俺の中では、だから演劇に対する何もなかった、うん。で、あと、中高は割と自由に生きたわけね。まあ普通の。その時はずっとやってた。何もやってない。まあまあ映画見たりするの好きだったけど、で、東京出てきてなんかやりたいな、音楽やろうかな、うん、なんか、あ、そうか、子供の頃、劇団にいたよな、うん。で、テレビのスタジオの匂いとか、うん、こういう照明が当たってる感じってのはどっかにあるんだよね。うん、それから大学の時からこう、まあ、日大芸術学部、はい、映画学科なんだけど、なんかこう映画を作るようになって、今にいた。うん、結構頭良かった。あ、なれなかったんだよ、俺。勉強結構好きだった。全然してない。してない。してない。あんまりそんなするタイプじゃない。だって、原さん俺のこと頭いいと思わない。いや、思いますよ。いつ台本覚えてるんだろうとか。そうじゃん。だって、現場で。いつもみんな思ってますよ。全然 NG 出さないし。現場で台本を俺開かないじゃん。開かない。偏差値高いんだよ。いや、そういうのどんどん言ってる。多分皆さん知らないと思いますもん、ね。知らないよ。みんな。びっくりしますよ、本当に。みんな、俺のことどう思ってるんですか？なんか。僕は本当は初めてドラマ見たときに、皆さんが全然台本読まないから、覚えてんのかなと思って。まあ、その失礼ですけど。で、逆に斉藤由貴さんギリギリまで台本、ここに置いてるから、それはそれでどうなんだろうと思って。本番の前のテストまでこうやって由貴ちゃんは見ながら。やっちゃうね。本番行きましたらポンと置いて、さっとやっちゃうもんね。そこら辺、それもすごいっすよ、ね。あれも天才。ね。由貴ちゃんは、由貴ちゃんも天才だと思う。天才よ。いやもう本当わけわかんない天才たちのとこになぜいるのかもう意味わからないですよ、ね。花輪さんもそうじゃないですか。ものすごいと思うよ、ナイツさん。やめてください、本当に。別にここにいるから言ったわけじゃない。俺大ファンなのよ、その頃。まあ、芸人さんは全てもそうだけど、はいはいはい。すごいと思う。だって、よく撮影の合間にこう、はい、花輪さんと漫才の話をする、はいよ。こんな面白くないですかみたいな。めちゃくちゃ話します。それが、独演会のあそこに昇華されるわけです。すげえなと思って。だからあれ、雑談したやついっぱいあるじゃないですか。はい。ああいうの面白い、こういうの面白いです。で、なんとなくこうやって雑談してると、はい、それが満員の。だから、やっぱり一課長やるようになって、ネタがどんどん重くなる。いや、もうね、花輪さん、もちろん花輪さんたちもそうだけど、俺、芸人さんとの付き合いが長いじゃないですか。長いですよね。みんなに思う。素晴らしいと思う。
僕本当にこの前感動した話で、うん、その、まあ、ある芸人さんが、名前もちろん言えませんけどね、うん、ちょっとこの俳優さんとこにインタビュー行った時に、あんまり態度が良く なかったんですって。そうした時に芸人さんが嫌な思いをして帰ったと。そういうね、話をこうしてたら内藤さんがもうすごい怒って、だから俳優はダメなんだと。本当だよ。自分がないんだ、俳優は。だからもう芸人の方がよっぽどすごいんだっていうのを、僕に言ってくれたのがすごいなと思って。ごめん、言いましょう、今。ダメだよ、俺たち。本当に。それすごいことだよね。上下じゃないくて、リスペクトしなきゃ。ね。俺たちがなんかの上じゃないんだよ。なんかそういうふうに扱われちゃうとこあるのよ。それは違うんですよ、だから。役がそうなんだから。総裁一課長じゃないからね、俺。だから総裁一課長は偉いけど、でも役者さんとかやっぱり女優さんとかって芸人さんで絶対日傘持った人とか絶対いないじゃないですか。やっぱマネージャーさんとか車とかもちゃんとされてるじゃないですか。やっぱりそういうのもなんかあるのかもしれないんですよ、ね。俺日傘持つったら見ないよ。まあ画面外にマネージャーがいるんだよ。大丈夫持たないかな。この画面外になんか変な。いやまあでもそういう風に見ちゃうんですかね。やっぱりありがたいことでもあるんだよ。イメージで見てくれるから。芸人さんに対するリスペクトはちょっとすごいかもしれない。いや、だから本当そこが、なんかやっぱり、すごいよ、ね。すごい、内藤さんがいるからこそ、あの現場にいられたのもあるし、あとよくね、芸人がいるとこう芝居の、なんかリズムというかそれが変わるから、それはそれで必要なんだって、なんかね、よく言いますよね。なんかね、うん、やっぱりどうしてもやっぱり、もちろんその芸人さんは芸人さんそうなんだろうけど、ある程度手が読めるじゃん。こうない、そうそうそう。で、芸人さんと芸人さんのトークの中で、まあ、あいつこう来て、ここで今振ってるから、ここで、なんか、振り返しとか、多分そういうこと思ってやってるじゃん。それでいいと思うんだけど、俺たちもそれ多分無意識でやってんだろうね。なるほど。だからそこは、違う人が入ってくること、だからもちろん花輪さんもそうだし、例えばミュージシャンみたいな人が入ってくるじゃん。そうすると、ちょっと、そこでこのテンポなのかって面白いわけ、ワクワクするの。それをどっちで捉えるかだよね。あ、なんか違うんだよって思う人もいるだろうし、俺は楽しい方。なんかこう、一個、普通の役者だったらこういうところを、あ、来ないのか、お、面白いじゃんと思う。やっぱりそれはなんか長くやってると、それはなんか、想定みたいなのができちゃうけど、でも、もしかしたら、芸人さんの中にもね、俺と喋ることが楽しいっていうのは、もしかしたらそこかもしれないじゃん。芸人さんではない職業の人と喋ってると、まあ今日はこれはまあ割と近いところの話だけど、例えばテレビでゲストに行くと、芸人さんが仕切ってると、ここに俺がいるってことは、芸人さんのリアクションにはないものが返ってくるからじゃない。芸人さんが芸人さんを、まあ、いじるなら、うん、そういう形で、まあ、なんとなくこう、いいものを作って、それはいいんだよ。それはそれはいいんだけど、そこに、違う、おっさんがいるから面白いっていう、なんかそこって逆って言うと同じことなんだよ。ああ、なるほどね。そうそう。芝居で、こうなって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 、ってならないところで、あっ、っていうのが面白いわけよ。それがドラマの世界観壊すことにはなんないですか、ね、なんか壊れないでしょ。大丈夫ですか、そんなもんで壊れるなら大した役者じゃねえよ。あ、なるほど。なんかそう思うわ。その演技っていうのは教えられて上手くなるもんなのか、難しいね、何きっかけでその上手になったの？俺の、上手いとは思わないけど、俺の場合はなんか、まあ自分の中で決めてることがあって、はい、売れてる人を否定しないっていう。売れてる人を否定しない。例えば、うん、あ、売れてる、あいつ可愛いからなとか、うん、事務所大きいからなっていうのを割と言いがちなことじゃない。はい、あ、なんであんな良くやってるの、うん、そういうこう、否定をするというか、じゃなくて、あいつなんで、売れてんのかなってことを分析してみる。ちゃんとそこの理由がやっぱあるんだ。そうそう。俺、それをやれる人は、ある程度食えるようになるよ。ああ、でも、なぜさ、例えばなんかもう本当に、よく最近ドラマとかに、僕も知らないような YouTuber の方とかゲスト来たけど、でも、それでもすごくなんか、なぜさ、仲良く。するじゃん。そう、ちゃんとそのリスペクトしてやりますもんね。刺激があるから。それはもう昔からなんですか、例えば織田信長がなんですごいのかとか。ああ。なんかそういう。そういうとこもあったかもしれない、ね。人に対しての興味、リスペクトがやっぱり強いんですか、興味から入ると思う。でも、こういう仕事をするようになって一番よくわかることは、作ったものはさ、批判しやすいんだよ。なるほど。そうじゃん。だって作ったものはさ、何とでも言えるんだもん。今の、例えば SNS の世の中なんかも。いくらでも言える。全部批判から始まるから。演技ってのも、形がないものだから、今のさ、いいんだけどさ、ちょっと今のちょっととか言えるじゃん、いくらでも。だから、そっちの側に立たないことなんだよ。うわぁ、それって自分で生み出したのかな、生み出した。ね、それもあると思うんだけど、今、うん、先輩たちが人の文句言ってるのは聞いたことない。本当のね、超一流の方。超一流の人は言わない。で、うん、褒める。うん、だから見てると、あ、この前さ、お前の見てるとさ、いいなって言ってるの。だって褒めたことによって何の別に、バックがあるわけじゃない。じゃない。関根壮さんとかいつも褒めてくれる。ああ、そういうこと。ね、ああいう方ですね。そういうこと。関根さん自体がいいじゃん。うん、そうそうそう。
割と長くこの仕事やってきたけど、うん、こう、経験上、人のことを文句言ってるやつは売れない。本当売れない。売れないぞ。文句言っても。全国民に聞か、本当ですよ。聞かせたい、ね。いいとこ探そうか難しいんだからね。信じられないぐらい今、内藤さんの好感度上がってます。本当こういう人ですからね。別にYouTube 用にこんなこと言ってるわけじゃない。普段から本当にそのままですから。投げ銭ちょうだい。投げ銭ないです。投げ銭はな、わかんない。スパチャないです。スパチャないです。スパチャとか覚えないでください。そんなの。でも、別に、俺はそう思ってる。だって別に今日は花輪さんとここで話してるけど、カメラ回ったから変わったわけじゃないし。もういつもそうですよ。同じです。だから、皆さん、独演会のネタの少しは僕が提供してますからね。原型はね。お父さんのお話も、ね。お父さん、本書かれてる。義理のお父さん。はい、あ、ちょっと、ドラマ化の話来てる。だから俺言ったじゃん。すごい。本当なんですよ。いや、だから俺、はい、で、読んですぐに、あれ、ドラマ化したらいいじゃんって俺言ったからね。だって。言いましたよね。言った、俺も言った。だから、あの。内藤さんもちょっといいですか、ドラマ。俺出してよ。内藤さんおじいちゃん静雄さんの役ですか。いや、ちょっとでかすぎますって。静雄さんめちゃくちゃちっちゃいんですよ。ホームレス中学生やらせてもらったから、あれのお父さんの役やったんで、その芸人さんが書いたものって面白いってのはどっか。ホームレス中学のお父さんやって家なき子のお父さんやってる。ええ、そうね。今後やりたい役とかも あったりするんですか。いや、そういう言い方は多分俺はしたいんだな。やっぱりさ、振ってくれることが面白いんだよ。つまりこんな役、そこはもう坂口に対してもそうなんだけど、一切言わない。あ、言わないんです、ね、言わないよ。よく聞かれる人いないですか。それに関しては、次誰かが俺のこと発想してくれるのを待つ。だから別に聞いてもいいんだよ。次の役がね。でも、なんだろう、全く違う、どっか、ホームレスのおじさんと、お、俺のことをホームレスのおじさんで使いたいと思うのが嬉しいじゃんっていうのと、うん、まあ、これもいろんなところで言ってんだけど、なぜを聞かないっていうね。なぜ俺だって。まあ、じゃあ、じゃあホームレスのおじさんやってくださいって言われると、じゃあ、なんで俺なんですかって聞きやすいんだけど、そこ聞かないね。やっていくときにいろいろ面白いから、その中で考える。だからもう、いろいろ、その、何でしょう、27クールでしたっけ、俺、記録持ってしてる？ああ、まあ、連続で。記録持ってんだよ。でもそんな、俺さっき調べたんだもん。偉くもなくて。どんな役をやりたいかってことに答えるってのは。なるほど。簡単なんだよ。一応、まあ、適当に言うんだったら言えるよ。だけど、本当のところを言うとそうじゃないの。俺たちは、こういうのやってくださいって言われた時に、お、面白い。そっちの発想かと。で、こういう、例えば、もしかしたら、コンテンツっていうか、はい、もう含めて誰かが見てて、お、なんとあんなこと言ってんじゃん。っていう、そっから派生してくるもんだと思うんだよ。どっかのプロデューサーがなんかこうやって寝転がって見ててさ、まあ、なんでもいいや、こうやって、お、こんなこと、こいつって、その発想に、がいいんだよ、うん。自分からやるんだと俺やってる。やる方法もいくつかあると思うから。だって、制作会社行ってさ、ちょっとこういう感じでやりたいんですけど、やりませんかって言ったら、動いてくれるとこもあるような気がする。そうじゃないんだよ。待つ。そこが面白い。待つ勇気。待つ勇気。でも、結局、切らないでずっと、来るっていうのもすごい。そうね。なんか、たぶんなんか、なんでだろう。なんか、唯一無二なんじゃないですか、やっぱり。あ、そうなのか。まあ、なんだろう。まあ、自分で言うの変だけど、俺と仕事するときっと楽しいよ。そこは大きいと思う。はい。なんかね、本当になんか楽しいですもん、ね。楽しくなる。一課長行くときに憂鬱になることないですね。本当、これはだから不思議なことですよね。あとなんかよくね、ドラマも、今月にまだ30本見てるんですけど、よくその、リアルなのか、リアルじゃないのかってよくおっしゃるじゃないですか。要するに最近ちょっとリアル系のドラマとか、そう、要するに、もう一課長みたいに、ああいう本当にそういうリアルじゃないと。あれっていうのはもうちょっと具体的にちょっと、教えていただきたい。まあ簡単に言うとこういうことだと思うんだよ。俺たちがやるのは、嘘のリアルなんだよね。わかる？だからなんつうんだろうな、本当のことを本当のようにやったって、それは本当に見えないっていうことだと思うんだよ。だから、ちょっとオーバーな、表現をしても、そのことが結局心のどっかに届くっていうふうにちょっと思ってるわけ。だから、リアルなものを見たからといって、それが、そのまま届かないと俺はどっかで思う。だから、一回ちょっといい例なんだけど、あれ、一番分かりやすい例で言うと、本田さんがぶっ飛んだことやってるけど、やってますね。だけど、あれはリアルじゃないっていうのか、じゃなくて、でも、残る言葉ってのはやっぱあるわけじゃん。嘘のリアルの方がよりリアルに感じると思うんだよ。そこなんだよ。だから俺の中の感覚で言うと、地面からちょっと浮いてる感じ。もうちょっとこう、なんだろう、渡る世間は鬼ばかりみたいな、あんなセリフパンパンって言わないけど、本当に嫁姑の感じの、そうだよ、要するにリアルですよね。本当に悪く言いたくないんだけど、ちょっとこの頃の映画なんかもちょっとそういうの多い。ちょっとなんか。多いでしょ。で、それが、まあ確かに、
いいっていうところもあるんだけど、俺は、その、ある時期に、やっぱりそういうところから入るわけよ。もともと、二十歳ぐらいの頃からやってると、そういうのがすごく憧れて見えるわけよ。で、彼らがそうだったって意味じゃないんだけど、原田芳雄さんとか、優作さんがすごくリアルにやってらっしゃる感じで、それをちょっと真似したりすることがある。でも、そうじゃないんだなと。一人よりも10人、10人よりも100人、100人よりも1000人の人が分かる表現が、俺はリアルだと思うんだよ。ちょっとでも多く。そう、だから、一課長をやるときはそう思ってる。なんかやっぱり、子供の頃とかもそうですけど、うん、なんか、あ、ドラマって言って、引き付けられるってなると、うん、やっぱり、そういう昔ながらの、こう、ちゃんと、そうだよ。セリフ貼って、やってるやつの方が、ドラマを見て引き付けられるって感じはしますね。でしょ、だからもう、うん、それってすごく思います。水戸黄門なんかそうじゃん。水戸黄門とかもそうです。時代劇とか。嘘の中のリアルを目指したいってことよ、うん、俺たちは。なるほどね。そう。作り物のリアルを目指したいわけよ。うん、だって、それでもちゃんと届くんだもん。うん、なんか、本当にその、なんか、ちょっとなんかこう、暗くなるようなドラマってあるじゃないですか。例えばなんかこう、誰かがいじめにあって自殺してとか、うん、親が虐待してとか、結構すっごい重いんですよ。おいおい。ちょっとあんまりそういうのはもう僕も、子供もできたし、なんかちょっとリアルすぎちゃうと嫌で、でも一課長の場合はなんか、殺人でもなんかそんなにこう暗くなんないというか、そうなんだ。なんかエンターテインメントとして見れるドラマじゃないですか。これはその通りでも、ね、一番簡単なのは、うん、殺人とホラーなんだよ。うん、でこれ何かっていうと、うん、一発でサスペンスかけれるじゃん。でドラマってのはやっぱりさ気分が高揚することだから、だからその人が死んだらどうだっていう、うん、そこに一発で持ってくっていうのは本当はずるい。だから一課長でそれをなぜやらないかっていうと、殺人なんだけどそこをやめてるわけよ。そうすると実は難しいんだよ、その方が。だってそれをもっと分かりやすい例で言うと、綿鬼なんかもっと難しいわけよ。何にもないんだから、何にもない中にドラマを作り上げていくっていう橋田先生のやり方は非常に難しいわけよ。でも例えばよ、その綿鬼の一番初めに殺人事件やったら簡単じゃない。そこでもうみんながもうテンションはマックスから始めれるから。だから今アナウンサーが言ったようにね、そこをマイルドにやってるのは本当は難しいんだよ。そこをあえて俺たちは選んだよ、無意識に。じゃあ、すごいよくできてるというか。届けた。だから、身によく作り上げてきたんですね。そうなんだよ。だから、無意識にやってきたことなんだ。だから、一課長って本当、うまいと思うし、実はすごく逃げてないドラマな気がする。ですよね。だからそういうのはやっぱりみんなやっぱり見てくれるね。まあでもあと本当にこれラジオとかでもね、話したもう、まあ笑っちゃいけないけども、すごいなと思ったのが、笹川刑事部長、本田博太郎さんが、わけわかんないし、ロッカーから出てきたり、空から降りてきたり、いろいろこうやって、で、やっぱりもうみんな現場も笑って、僕は本当に初め、笑いこらえるのに必死で、でも内藤さんはもう、それも全然笑わないで、真剣に、こう、お芝居されたから一回、よく笑わないし、聞いた時に内藤さんが、だってもう、笹川刑事は、死んだものだと思ってるからっていうね。そうそうそう。あれはすごいなと思って。僕の中に頭に脳内再生される昔の素晴らしい上司なんですよ。死んだというふうに表現したけど、つまりあの人だったらどういうかな、あのシーンっていうのは必ずヒントが出てくるわけよ。だから、例えば俺の中で昔いた面、それが勝手に頭の中で動いてるから、ああやってサンバのリズムが出てきたりするわけよ。なんだけど、あれはだから死んでる人なのよ。だから理想系なの。で、その流れで、ちょっと、思うと、うんうん、トラさんも、あれ死んでる人なんだよね。そうなんだ。あれ、トラさんってみんな生きてる人だと思ってるけど、あれ、亡くなってる人なんだよ。トラ屋の人が、思っている想像上のお兄ちゃん。そうなんだ。そうなんだよ。だから俺はそう思ってるってことよ。トラさんは死んでるわけじゃないんだけど、だけど、そう見ると簡単っていう。そうか、だから、なぜならば、だって恋をするけど、実際に恋を実らせないでしょ。ない、自分から身引くんだよ、いつも。幽霊だ。それであれは何かっていうと、トラヤの皆さんがいろんな問題が起きると、すると、トラさんだったら、兄ちゃんだったらどう感じるか、兄さんならどう感じるかな、お兄ちゃんだったらどう感じるかな、で、そうなんで、おいちゃんとかおばちゃんならトラならどう思うかなっていう時に、トラが帰ってくるわけだ。あれはみんなの中の脳内再生。その解釈って、ちょっとそういうふうになんか見たらそう思ってきます。そういうとこいっぱいあるんだよ、本当に。これ、うん、無料で聞かせるのか。いやいや、取るよ、金取るよ。スパチャちょうだい、スパチャ。欲しいって。あとはもう時代がね、やっぱ今、ちょっとめんどくさい時代じゃないですか、コンプライアンスとか。そうだね、どうする？いろんなことを。だって、タネの仕掛けもないって言ったらダメなんでしょ、今、定時代の方。この前初めて聞いたけど。そうなんですか？そう、なんか68歳まで。
ずっと やってこれた秘訣とか、あとこれからの時代とか、どこら辺の最後ちょっと話聞きたい。まあ、基本的には、それはもうね、そこなんかあるんだよ。